ボルフガング・シュペーテは第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットである。騎士鉄十字勲章とそれより上位の白洋付騎士鉄十字勲章は戦場での卓越した行為や軍事上のリーダーシップを発揮した者に授与され戦闘機パイロットとしてはその技量の目安と先考を示す騎士鉄十字勲章の受勲者である。シュペテのことを1938年版の 最良格空速度理論の発案者だとする者も,もいるが、通常この理論は、ポール・マクレディが発案者とされている。戦前に、すでに才能ある、グライダーパイロットであったシュペーテは、後に、ドイツ空軍の主要なテストパイロットとなった。シュペーテは1911年9月8日に、ポーデルザムに生まれた。第二次世界大戦以前に、シュペーテは、章を保持する名を知られた。 グライダーパイロットであり、ダルムシュタット工科大学の学生であった。1939年には陸軍の少尉であったが、戦争の最初の年は偵察機のパイロットとして飛行していた。中尉となった1941年の初めから戦闘機パイロットに転換して、第54戦闘航空団第5飛行中隊に配属となった。JG54 と共に、 バルカン半島とギリシャへの侵攻の支援に送られたシュペーテは1941年4月7日にハンガリーのペーチ近郊で初の戦火となるユーゴスラビア王国のブリストルブレニムを撃墜したバルバロッサ作戦のために東部戦線に転戦し侵攻2日目の6月23日に2機のツポレフ SB-2 を撃墜してから工場的に戦火を上げるようになり 8月9日に25機撃墜の港で空軍栄誉カップを授与された。その後まもなく9月10日に JG54 の飛行中隊長に昇進し、45機撃墜を達成した後の10月5日に JG54 で10番目の騎士鉄十字少女訓車となった。その年の末に出兵手の部隊は、休暇と装備再編のために本国に帰還し、 シュペーテ自身は1942年1月1日に大位へと昇進した。ソ連側が死に物狂いでレニングラード包囲戦を突破しようとしている頃に東部戦線北部に戦線復帰して戦火を重ね、ついには72機を撃墜した時点の4月23日に騎士鉄十字章に白用を受訓した。この受訓とともにシュペーテは 革新的な新しいロケット推進戦闘機、メッサーシュミット目163を装備する極秘部隊第16実験隊を立ち上げるために、ドイツ本国への帰還命令を受けた。メッサーシュミット目163出兵手は1942年5月8日に、初めて目163で飛行した。翌年にかけてテストは続けられ、徐々に特別に選抜されたパイロットたちが、 イークド16に集まってきた。興味深いことに、ロケット推進戦闘機プログラムと並行して、メッサーシミット目262ジェット戦闘機のテストプログラムも行われていた。シュペーテは1943年4月17日に目262を初めて飛行させており、これら新機軸の両機種を操縦する数少ない選ばれたパイロットの一人であった。 一年後にメ百1 6 3は実戦準備が整ったと考えられ、テストプログラムは規模が縮小された。少佐に昇進した出兵手は当時ルーマニアに駐留していた実戦部隊の第54戦闘航空団第砲飛行隊の指揮を取るために送り返されることになったが、新しい職務へと離任する前の1944年5月14日にメ百1 6 3による 最初の実戦での出撃を行った。いくつかの情報によると、上記の目 163PKOL 機は、工場下、地上整備員の手で、マンフレート・フォン、リヒト・ホーフェンのホッカードクター、愛機を思い起こさせるような赤色に塗装されていた。出撃はしたもののシュペーテ自身はこの機体を見て、面白みを感じず、再塗装するように命じた。 連合国軍のノルマンディへの上陸によりすべての飛行隊が西部へ送られたために6月にシュペーテ式の 4JG54 は急遽ドイツ本国に呼び戻された。そこでフォッケウルフ FW190A-8 に装備を改められてから赤軍の夏の大攻勢に対治するためにポーランドへ送られたが莫大な数の敵航空機に対して部隊は 蹂躙されて所属パイロットの半数は戦士化負傷シュペーテ自身も負傷して蒸気から脱出せざるを得なくなったこともあった。部隊は再度本国に引き上げられて再装備と再編成が行われた。9月17日に連合国軍はアーネムで空挺作戦を実施した。再度、4、JG54 ははるかに優勢な敵に対して消耗戦に投入され、 2週間で3ヶ月以内で2回目となる壊滅状態となった。目163の実戦運用上の諸問題のためか、指揮部隊の壊滅的な損失のためか出兵手は4、JG54 の指揮を諦めた。目163プログラムから離れていた4ヶ月の間に、最初の実戦部隊第400戦闘航空団、第愛飛行隊が編成されており、出兵手は、 迎撃機活用の進捗を促進するためにこの目163装備部隊に復帰した。しかし、この復帰は10月の半ばに、シュペーテが病気のために1ヶ月間入院したことで中断された。12月の終わりになって、ようやく目163飛行隊は、定数の3個飛行隊に拡充され、JG400 は本部飛行隊を持ち、 ロケット機を装備する最初の実運用状態の実戦部隊となり、ボルフガング出兵手が最初の戦闘航空団指令となった。すべてをテストした後だったが戦闘での成功は極限られており、JG400 の記録された戦果は手で数えられるほどのわずかなものであった。アメリカ合衆国の爆撃機が面で土涛のように押し寄せるにもかかわらず、点で防衛する迎撃機としてはあまりにも、 限定的であり、全く効果的ではなかった。戦況が、ますます絶望的状況になってくると、部隊は、人的にも、主限的にも許容できないほど贅沢なものと、考えられて1945年3月の初めに、解体され、パイロットと、その他の要因は、他の部隊へ振り分けられた。シュペーテ自身は、メッサー・シュミット目262の完熟訓練に、送られ、 4月5日に全部隊の装備機と同程度に新しいがはるかに成功したジェット戦闘機を装備した第7戦闘航空団第愛飛行隊の指揮を引き継いだ。戦争の最後の月までこの部隊の指揮を取りつつ、目262で飛行して5機の戦果を上げたことで、ジェット機でのエースパイロットにもなった。東部戦線での j g 十四、西部戦線での j g 四百と j g 七で戦い、 シュペーテは350回以上の出撃で99機の戦果を上げた。1956年に、シュペーテはドイツ連邦軍で再度軍部につき、1967年9月30日に中佐の階級で退役した。ボルフガングシュペーテは1997年4月30日にエーデビヒトにて85歳で死去した。ありがとうございます。